私がそう4月16日誕生日で、実は今日4月15日前日なんですけど、これまでね、実は私佐久間定長の曲作ろうと思ってずっと作ってたんですよ。おそらく3年4年ぐらい前に1回できた曲なんですね。であんまりこうライブでもまだ歌ってないし、まあ、ずっと温めてた曲だったんですね。で実はその4月15日が、佐久間定長の、命日なんですね、今日が。で佐久間定長っていうのは誰なのかっていうことなんですけど、海軍大将の方で、明治、43年に、訓練中にね事故を起きてね亡くなられたんですよ。佐久間定長も含め隊員も全員亡くなられて、持ち場を離れずに亡くなってられたんです。まあ、潜水艇っていうんですかね、の中で衣装を最後書くんですよ。その当時明治天皇ですね、天皇陛下に、お手紙衣装を書くんですけど、その中でねもうすごい達筆な、こうもう息が苦しい中書かれたんだろうなっていう字なんですけど、私これどうやったかな、福井での出身の方なんで、福井の佐久間定長館っていうか、その資料がいっぱい置いてるあるところに何年か前に行ったんですね。でそこでこう、まあ、殴り書きでこうガーって、これが本当の実筆なんですけども、こうやって手紙を書かれました。で内容なんですけど、潜水艇に乗ってたその部下の子たち人たちの家族を思ってください、この事故はきっと今後の潜水艇のその進展に妨げへんように、こういうことがあって、こういうことで機械が壊れましたっていうのを情報を書いた後に、部下の人たちの家族に配慮してくださいっていうことが書かれてたんです。だからそれがすごい私の胸にグッときて、自分のことよりも先にこう部下を思ってこう伝えるって、もう命の危機と自分の命の最終危機ってなんかこう自分が出てしまいそうな感じじゃないですか。だけどそうじゃなくて、自分の部下、大切な仲間、家族を思うっていう気持ちが、私はすごく鳥肌が立って、そういう人間であらなきといけないな、日本を守っていくにはこういう精神じゃないといけないなって改めて感じましたね。だからその時にね、まあ、ちょっと歌詞はまた変わるんだろうなと思うんですけど、その時に、思って感じたままに作ったので、ちょっとまとまりがもしかしたらないかもしれないですけど、聴いてもらえたらなと思います。響き渡るこの呼吸。
さえ誰かに届くように、泣きたい時は